はい、どうもね、皆さんお久しぶりです。麻雀の達人、高橋太陽です。よろしく。今回ですね、このような形で動画ね、YouTube の方に出すと、本当は出さなくてもよかったんですよ。なぜかっていうと、あんまりね、なんちゅうだろう、模倣犯っていうか、その麻雀でもあまり教えたくない部分もあるんですね、個人的には。麻雀が強くなりたいっていう人間も今でも数が多いですからね。そういう人たちに自分が指導をさっとすると、麻雀の実力がガーンって上がってしまうわけ。ガーンとレベルが、例えば100点満点あったとしてさ、30点ぐらいなレベルの麻雀の実力だよと、そういう人が俺の指導を受けたらね、レベルが30点の人間がいきなり99点になるわけ。まあ99点は大げさだな、それは人の飲み込みもあるから。30点、100点満点で30点の実力しかない麻雀ね、ジャン氏がもう俺の指導と動画とやり方と仕組みとどうやってやるのかって勉強させたら、一気に90点超えてくるんじゃないかって。だからあんまりね、強い雀士を育てるっていうのもほどほどにしなよって、まあ自分自身でね、考えた上で、こういう、麻雀教室っていうのはね、もう約1年ですか、今日は2014年の7月の、何日だ17かな2014年7月17、新作のね、麻雀指導の動画っていうのは本当に今回ね、約1年ぶりに、今、このね、動画を作ってますが、以前はね、先ほど動画上げたんだな。1年前の動画を振り返るってことで、こんな動画上げたことあったなと、こういうような形で麻雀の指導をね、やってたなということで、で、なんで今回ね、ちょっと話、冒頭から長くなって申し訳ないですけども、なんで今回ね、麻雀動画をまた1年ぶりに作るかってことになった理由っていうのは、もうリクエストがすごいんですよ。もうツイッター経由からメールからも、麻雀の指導してくれしてくれっていうね、そういう声がもう非常に多くて、自分自身ずっと無視したわけ。それ言われたって、それはね、その指導するかどうかは俺が決めるわけだから、そっち側はそれは俺が決める権利あるわけだから、だから麻雀の動画を作る、麻雀の指導をするっていうことにちょっと躊躇してた自分がいたんだけども、あまりにも多いわけ。どんだけ来たか分かんないぐらい、もう手紙やらメールやらね、もうツイッターでバンバン来るわけ。麻雀を教えてください、どうやったら強くなるのか、まあそういうものだよね。まあね、結局ね、麻雀っていうのは、なんでこうやって魅力があるのかっていうと、やっぱり、まあ、いつも私が言ってる座右の銘ね、船釣りに始まって船釣りで終わるみたいな。自分は高橋ね、漁神として釣りの指導もやってますから、結局、奥が深いんだよね、麻雀っていうのは。船釣りっていうのはね、普通の野船じゃなくて、ヘラ船の話よね、要するに。ヘラです。はい。自分はヘラ釣り師でもあるわけだから、そのヘラ釣りっていうのはね、ちょっと釣りの話もするけど、久しぶりだから釣りの話もするけども、ヘラブナっていうのは奥が深いわけ。やってて、例えばサビキ釣り、イワシのサビキ釣りでバン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 釣れたら面白くないよね。入れりゃ小学生でも、もう誰でも、入れりゃもう入れ食いだったら、あんまり面白くないわけ。やっぱり、釣れたり釣れなかったり、あ、今日はこういう駆け引き。あ、今日勝ててよかったな。あ、今日釣れなかった。こういうのが必要なわけよ。だからパチンコでもそうでしょ。パチンコにはまっちゃう人たちはね、今日は勝てたり負けたり、もう勝ちっぱなしだったらちょっと飽きも来るわけ。勝てたり負けたり、その勝ったり負けたりいろいろしながら、今日はどうかなと。で、じゃあ昨日こうだったから今日こう変えてみて、こんな形で打ち込んでみようかなって、パーンって打っちゃいいから。だから、そういう部分でね、奥が深いわけよね、やっぱヘラ釣りも。だから麻雀もそこは一緒で、奥がすごく深いわけ。いろんな上がり目もあるだろうし、どういうやり口でやるのか、麻雀をね。
どういうような勝ち方していくのか、データで勝負するのか、ね、自分の型にはめてやるのか、どうするのかっていう部分。で、最近良くない麻雀のこと、もう、だんだん腹立ってきたわ。あ、もう語るわ。ほら、もうムカついてきたわ。全然返事ないから、さっきから一生懸命俺言ってるのに。一言もね、もう返事ないから、もう腹立ってきたら、ちょっと語るわ、麻雀のこと。あのね、麻雀をね、あのね、強くなりたいんだったら、やっぱりね、そんなね、強くなりたい、強くなりたい、口だけじゃダメよ。何でやるの？麻雀強くなりたい、あなたは。結局、どうやったら勝てるんだろうかなって、365日考えるってこと。ただね、努力すればまあ強くなるよ、大概は。どんな競技でもそうだけど、麻雀以外でもそうだけども。努力を365日毎日毎日努力ね、やる。それを3年間続けてみなさい、あなた。365日努力し続ける。朝から晩まで。それ3年間続けてみてくださいよ。素人から世界チャンピオンになるわけだから。わかるかな？だからね、結局努力に勝るものはないってこと。ただね、一つここでね、今日の指導、あなたたちに言うけど、ほんとラッキーだったね、あなたたち。あのね、努力の方向性っていうのを間違えちゃダメなわけ。わかる？ジャンキーで行って、麻雀で、強くなるんだったら、努力の方向性っていうのをあったら、どういう必要な努力をしなさいってことわけ。わかる？無駄な努力は必要ないわけ。間違った努力をすることもあるわけ。これが伸び悩む。あなたがね、今この動画にたどり着いて本当ラッキーよ。あなたが伸び悩んでる。まあ麻雀以外にもこれ相通じてるんだけども。どういう努力をするかってことなのよ。努力の方向性間違ったら、どんだけ努力しても勝つことはできませんよ、これ。見てください、自分のこの指の動き。これはね、努力の方向性が正しいからこういう形で、スムーズに、はいが捌けるわけ。だいたい、はい触ったらわかる。わかるよね、はい触ったら。レベルが。だいたいね、素人さん、最近ね、もう、ムカついたからもう言うけど今日は。とことん言うけど。あのね、パソコンでね、ネットっていうのもいいよ、そりゃ。別にそれ否定しない。俺もネット好きだし。ネットはいいよ。ネットは楽しい。ね。いろんな人と繋がったり、ネットで麻雀で、ね。県外の人とかね、世界中の人と麻雀で勝負できる。これ素晴らしいこと。ただ、たまにはパイ触れって話。ね。触ってりゃ慣れてくるから、指が。で、これはボケ予防にもなるから。麻雀っていうのは。年配の方でも50歳だけど麻雀やったことない。ね。60歳だけど麻雀やったことないっていう人でも、覚えてやっちゃえば、やっぱり指先から覚えるから。もう。レベルがガーンと上がってくるわけ。